そんな絶望的な状況の中からも希望の火種は生まれるものなのです。
くの犠牲を伴って8月15日終戦を迎えた。戦争は終わった。多くを奪い去って戦争は終わった。この踊りは、去年ですね、高知の方で、幸福の連鎖70年の祈りという舞台があって、その舞台は先の戦争をテーマにして、その戦争から何を学び、今に生きる私たちがどんな生活を、どんなことをして生きていけばいいのかということを問うような舞台だったんですけども、その舞台の中で、戦争が今最後に言葉がありましたけども、戦争が終わって、さあこれから日本を元気に明るく元通り以上にしていこうって立ち上がった人たちがいた、そういうシーンで踊られた楽曲です。どんなにしんどいことがあったり、もうどうしようもないな、ダメだなっていうこと、生きてたら結構あるかなと思うんですけども、でもさっき僕もピースフレームの話、原爆の話とか戦争の話、いろんなとこで聞きますけど、僕らが想像しているようなものじゃなかったはず。もっともっと僕らが今絶望やの、しんどいやの、ダメだなっていうようなことのレベルじゃなかったようなところから、でも今こんなに幸せなことができる時間を生きていられること、そういう時代を築いてくれた先人たちがいる、その時立ち上がってきた人たちの思いっていうのはどんなに強くてまっすぐやったんやろうなっていうふうに思います。僕はこの踊りを、踊ることでですね、この仲間と一緒にただ踊りの振り付けの練習をするだけじゃなくて、平和ってさどんなふうに思ってるっていうような話をしたり、戦争ってなんでそんな起きちゃうんやろな、今法律がどんな風に変わろうとしてるんかなっていうような話をメンバーですることができました。それはただ大好きな踊りを踊っているっていうところから一歩前へ進んだ僕たちにもできる平和活動なんかなって思って、この踊りを練習することができました。これからも踊りをずっときっと踊っていくんですけども、こんな大好きなことができる空間がずっとずっと続いていくためには、やっぱり平和な時代でないとできないことやなっていうふうに思ってます。そんな平和が当たり前のようにあると思うのではなくて、やっぱり作っていかなあかんのやろなと思ってます。僕らが何もわからへんまま、政治とかそういうことに興味持たないままふらーって過ごしてたら、いつの間にかこんな大好きな時間が過ごせなくなっちゃう、やとしたらもう嫌ですよね。だから行動したいなっていうふうに思います。 I Still っていう楽曲でした。どんなにしんどいことがあっても信じ続けます。自分を、神様を、あなたの隣の人を信じ続けます。そして必ず明るく幸せな未来を作っていきます。そういう決意を込めた楽曲でした。この踊りを踊ったことで僕ら一回り成長できたかなって自分らで思ってます。そしてこうやってお祭りっていうバーでたくさんの人の前でこういうお話をしながら踊れたこと、本当に貴重な時間やったなと思います。皆さん、あったかい目で見守ってくださってありがとうございました。和歌山教室でした。
ありがとうございました。いやー。